この詩は何かを変える。どうも、ババ切り札でございます。今回は PS4 ゲームに登場する死んだ主人公参戦パート1、ディトアミナ死ぬ。それではいきます。イッショータイム。命もないのに殺し合う。彼女が死んだことで憎悪と罪悪感は交差した。ニーヤオートマタ2B、 通称ヨルハ2号 B 型。戦闘に特化したこのアンドロイドは敵対する機械生命体殲滅を目的に地球に降り立つ。近距離攻撃装備起動。敵反応多数確認。見ればわかるよ。しかしある時、敵の用意していたウイルスに体を蝕まれ、危機的状況に陥ってしまった彼女はあっさりとその肉体と精神を失う。トゥビー、トゥビー、大丈夫。ああ、ナイツ。そんな、トゥビー、そんな。彼女を慕い行動を共にしていた 9S。 ここに会えてよかった。本当によかった。残らず粉々に壊せ。そして 2B の願いを聞き入れ、彼女を殺めた A2。 トット、憎悪と罪。結果的にこの二人の主役は 2B の死をめぐり争う。ナイエソ、頼む。 2B、 悲劇は悲劇を呼ぶ。しかし、もし違う世界線があるのなら、もしこの悲劇を止めることができるのなら、あなたは自分を犠牲にできるだろうか。解放戦争に隠された真実、それは滞在人と呼ばれる男の物語だった。なんだ、何が起きている。貴様は青き鏡のバルキリア、アムレート・グレンケア。アンチ・バルキリア部隊の隊長としてユトランド王国で従軍していたこの男。それがどうした。俺たちは命令を遂行する、それだけだ。確かに。実は裏では幼い頃孤児院で一緒に過ごした4人の仲間と共に孤児院を襲い、母に匹敵するマリア先生を奪い取ったルーシ帝国に復讐を誓う存在だった。
彼らはユトランド王国の内部に潜み、戦争をするよう進め、最終的にその復讐をやり遂げる。国民は戦争を支持してる。これでも反対派は押されるばかり。行くしかないわね。彼らの行動は世間から見れば私欲での行いであり、処刑に値するものとなった。去る人物が私欲のために起こし、何も知らない私たち、国家と国民を戦争に巻き込み、その結果として得られた不当なものだからです。え、戦争を私物化した奴がいるってこと？ってことする奴がいたもんだな。しかしこれにはユトランドの王女を守るという彼らなりの考えもあったのだという。いいんだ、これは俺たちのけじめでもある。俺たちは罪人だと言っただろう。裁かれてようやく俺たちの復讐は終わるんだ。復讐に対しての贖罪は結果的にユトランドを100年もの間平和にさせた。ケレブリンボール死ぬ運命だった。そう、この男の物語は殺されることで始まる。シャドウ・オブ・シリーズ、タリオ。愛する妻と子供を持ち、幸せな生活を過ごす。タリオ、This is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor.彼はその日も穏やかな日々を過ごすはずだった。Dear Hyle, the mighty chicken killer. Come on. Come on. しかし、冥王サウロンは彼のすべてを奪い取っていった。愛する妻、息子を目の前で殺され、そして自らも悪の手により命を落とした。ゲーム開始時からバッドエンド。このまま死ねば彼はこのストーリーの主役になることなく安らかな死を受け入れていただろう。だが勇気ケレブリンボールに取り憑かれてしまったタリオンは意識と体を取り戻す。これが効果不効果はさておき、彼の記憶は復讐心を駆り立てた。死んでもなお生き続ける、光が差すその日まで。勇気が呼んでいる。私もあなた。勇気、どこにいる？ということで今回はここまで。死ぬ時は誰かに愛されてから。それではまた次回お会いしましょう。さらなら。